い。聞いていた話と違いませんか？ったく、このジャジャ馬が。ラグ！え？立てるか？ラグの？どうして、どうしてニューを助けるの？あ？さあな、俺もよくわからねえよ。だけど、てめえとは初めて会った気がしねえ。放っておけない、そう思ったんだよ。意味わかんない。わからなくて結構。俺もよくわかってねえしな。とりあえずここから離れるぞ。どうして、何のために助けるの？ラグナ、あなたは何を望むの？の何これ、壁、はあ、まるで空間が歪んで。くそ、一体どうなって。ラグナ、それでもニューはラグナを絶対に諦めないよ。んだと。また助けるの？無駄なことを何度も。全く本当にくだらない。家具土の地下、ここが一つの事象なら、窯の向こうの境界に接触すれば何か起こるかも。よう、待ってたぜ。神楽さん、どうしてここに？言ったろ、待ってたんだ、君をな。神楽さん、あの私。待ってください、どうして？俺だって好きで剣を向けるわけじゃない。できれば女の子にこんなことはしたくないし、どうせなら仲良くお茶でもしたいところさ。でもな、死神をも倒し、ほとんどの階層都市を壊滅に追いやったお前を、どんな事情があろうと見逃すわけにはいかねえんだよ。壊滅？階層都市を私が？おいおい、今さらとぼけんなよ。そんな顔して見せたって、てめえのやったことは変えられねえぞ。お前は世界にとって悪そのものだ。お前を倒さなくちゃ世界は正常には戻れない。そんな、お願いです、信じてください。私は何もしていません。支部の壊滅だとか死神だとか何もわからないんです。それに私はずっと神楽さんやミーナと一緒にいたじゃないですか。妙な芝居はやめてくれ。それともそんな風に振る舞えば、俺がお前を燃えるバーミリオンと同じように扱うとでも思ったのか？え？燃えるバーミリオンと同じって？お前はノエルじゃない。お前は草薙だ。実際にお前がここで殺したのは神ではなく、罪もない人々だったがな。さ、もうおしゃべりはこのくらいでいいだろう。こんな仕事、さっさと片付けさせてもらうぜ。草薙、そうだ、私はノエル・バーミリオンじゃない。
作られて生まれ、本来ならイカルガ内政の時に破壊されるはずだった素体のうちの一体、いてはならなかった存在、ノエルの中で目覚めた神殺し、あの子が受け入れた力。でも今はお取り込み中か。だがこちとらいつまでも紳士ってわけにはいかないぜ。私は捨てられた、あの子に切り離された。どうして私を、もう私はいらないの。私は必要のない存在なの。それとも何か私を捨てなければならない理由があったの。死んで答えて。力が暴走しかけていやがるのか。俺としたことが。対象を敵対存在と認識しました。殲滅を開始します。しまった。私またどうしよう、怖い。私がどんどん私でなくなっていくみたい。そもそも私は何なの。戻らないと。このままここにいたら壊れてしまいそう。どこでもいい。ここでないならどこでも。あっ、鎌が教会、あの向こうならどこか違う事象に行けるかも。無様ね、呆れを通り越していっそ哀れだわ。誰だてめえ。助けるですって。あんたが誰を。そうやって気安く手を差し伸べて本当に誰かを助けられるとでも思ってるの。あなた本当にどうしようもないバカね。相変わらずと言うべきかしらねえ、ラグナザ・ブラッド・エッジ。てめえは。そうか、てめえはないんか。なんでてめえがここに。まさかあいつみたいに。あいつ、クソ、はっきりしねえ。あら驚いた。この世界でなくした記憶を取り戻すなんてすごいじゃない。もっともまだ不完全みたいだけど、さすがは世界に選ばれなかった男なだけはあるわね。資格者ですらないくせに世界にしぶとく焦げついた燃えかす、無力なゴミのあがきってわけ。てめえこそ相変わらず言いたい放題だな。資格者だ、何の話だ。おい、あなたには関係のない話よ。彼女に選ばれなかったあなたにはね。だけど本当にすごいことだわ。そのしぶとさだけは称賛に値するわよねえ、ラグナ。だから何の話だっつってんだろ。でも残念ね、せっかく記憶の一部を取り戻したっていうのに私に見つかるなんて。私にとってあなたはいつだって邪魔者。昔そうだったように今だってそう。資格者でもないあなたに
この世界をうろうろされると迷惑なのよ。何よりあんたがいるという事実が私をイラつかせるの。何が言いたいかわかるわよね。知るかよ。わけがわからねえっつーの。だけど一つだけわかることもあるぜ。さすがにそれだけ殺気を向けられたらな。いいわ、それでこそ死神だったかしら。無抵抗の相手を一方的に消すなんてさすがの私も気が引けるもの。だから精一杯抗ってみなさい。その上で無力で無価値なその存在を私が燃やし尽くしてあげるわ。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Counter. こっちよ。Counter. Counter. これならどうだ。遅いわよ。くそか。さすがに限界といったところかしら。ちくしょうが、てめえの魔法は相変わらずとんでもねえな。生意気な顔ね。まだ戦えるって顔、ほんとムカつくわ。でもすごいじゃない、そこまでして抗おうとするなんて。資格者でもないあなたがこの世界でここまで戦えるなんて正直言って予想してなかったわ。レリウスの言っていた通り、まさか本当に青の男だとでも言うの。青の男。青、また青か。くそ、何なんだこりゃ。さっきからいろんなもんが流れ込んできやがる。レイチェル、ジン、シスト、サヤ、思い出してきたぞ。俺はサヤに獣の力を暴走させられて。そうだ、あいつは。サヤはどこだ。あれからどれだけ経った。クソ、早くあいつを見つけねえと。だいぶ混乱しているようね。これも釜に近づいた影響かしら、それともこのフィールドに触発されて。どちらでもいいけれど。おい、あんたなら知ってんだろ。サヤ、冥王イザナミがどこにいるのかを。そんなこと知ってどうするの。まさかあなた程度にイザナミが倒せるだなんて思ってる。無駄な野心は抱えないことね。あなたにはどうあがいても無理よ。うるせえ。無理かどうかてめえに決められたかねえよ。それに俺はあいつを倒しに行くつもりはねえ。助けに行くんだ。もういちいちめんどくせえ。サヤもノエルもニューもみんなまとめて助けてやる。俺は誰も殺さねえよ。そうそうよね、あんたってそういうやつだったわ。どこまでも諦めが悪い。自分の分もわきまえないで。その諦めの悪さがどれだけの人を巻き込むかも考えないで。あの子まで巻き込んで。あなたのそういうところが憎らしくて憎らしくてたまらないわ。こういう男だと分かっていながらあの子が笑ってあなたを許すこともね。
てめえが俺をどう思おうが知るかよ。俺は俺が望むように動く。人の気なんざ考えてやる余裕はねえんだよ。望みねえ、助ける、それがあなたの夢なのね。ならその夢を叶える方法を教えてあげるわ。あなたの夢を現実にしたいのなら、帝を、いえ冥王イザナミを倒しなさい。それがあなたの夢を叶える唯一の方法よ。ふざけんな、俺は誰も殺さねえって言ってんだろ。ええ、そうね、助けたいんでしょ。それがあなたの夢だからこそ倒すの。あなたのその願望を形にするために。なんだと、そいつはどういう。クソが、またこれかよ。バカ、この木も。てめえ何かしてやがるな。しっかり覚えておくのよ、死神。夢を叶えるために冥王イザナミを倒しなさい。世界が完全なる滅びを迎える前にね。滅びだと。ラグナザ・ブラッド・エッジ、私はね、あなたの手で冥王イザナミが殺されることを心より願うわ。